自動車オートバイ日本におけるオートバイ日本におけるオートバイでは日本においてのオートバイの免許区分、法令、環境について述べる。なお、日本のオートバイ史については日本のオートバイ史を参照。日本では道路交通法及び道路運送車両法にて内燃機関を原動機とするものは廃棄量に応じた区分が定められており、その区分により運転免許証の取り扱いが異なる。 オートバイに関する法制度は、たびたび変わっており、以下は2019年現在のものである。内燃機関以外を原動機とするものは、定格出力により区分されるが、エンジン車とは区分が異なる。トライクは普通自動車の扱いであるため普通免許、等が必要となるが、2009年9月1日より、対象車種に限り、排気量に相応した二輪免許が必要となる。 常実の表に示すナンバープレートの色は、自家用の場合で、バイク便などの事業用は、文字と地の色が入れ替わる。125cc 以下は、自家用と事業用の区別はないが、警察などが保有する公用車には、非課税標識として、一般の課税標識とは区別されたナンバープレートが交付される。形状や色は、市区町村によって違う場合があり、概ね、第一種は白。 第2種オツは黄色。同校は桃色となっているが、一種でも桃色を採用している市町村もあり、色だけで廃棄量を判断することはできない。課税標識は青文字の場合が多く、非課税標識は赤文字となる場合が多い。以前は郵便バイクも非課税だったが、民営化に伴い課税となった。小二輪の使用例道路標識等における表記は、 道路交通法に基づいており、自二輪という表記は、大型自動二輪車及び、普通自動二輪車を意味し、小二輪は、第一種、第二種原動機付き自転車、原付きは、第一種原動機付き自転車がその範囲となる。単に、二輪と表記される場合は、これらすべてを指す。原動機を停止した状態で押して歩く場合は、歩行者として扱われる。ただし、側車付きや、 他の車両を牽引している場合は除外される。AT 車に限定した普通自動二輪、大型自動二輪の AT 限定免許が2005年6月1日から施行された。免許の規定による AT 車とは、オートマチックトランスミッションその他のクラッチ操作を容しない機構が取られており、クラッチの操作装置を有しない自動二輪車とされており、スクーターが主流だが、スーパーカブ110のような、 クラッチレバーのない MT 車も運転できる。なお、AT 限定大型自動二輪免許を取得したものの、条件欄には0.650リットル以下の AT 車に限ると表記されるが、これは AT 免許の区分が設定された時点では 650cc を超える AT 大型自動二輪車が事実上存在しなかったためである。そのため AT 限定大型二輪は650。 CC 一下限定とされ、この免許において、VFR1200 回や、NC700 シリーズの DCT 車や輸入車のボスホス、など 650cc 以上の排気量を持つ AT 車に乗る場合は、限定解除審査により、限定なしの大型自動二輪免許を取得する、必要があった。2019年12月1日より、排気量制限はなくなったため、 AT 限定大型自動二輪免許で 650cc 以上の排気量を持つ AT 車に乗車可能になった。原動機付き自転車については、日本の法律上 AT と MT の区分が存在しないため AT 限定免許は存在しない。軽自動車の AT 限定免許が1991年に作られてからもオートバイについては AT 車が普及していった後もしばらくは、 限定なしの免許が続いていた。しかしオートバイの AT 限定免許導入には要望があり、例えば2002年3月14日に山ハ発動機の長谷川武彦会長が警察庁宛てに二輪車のオートマチック車限定免許の導入についてという要望書を提出している。その要望書によれば、日本国内の二輪車出荷台数は小型児童二輪で90%以上、 計二輪クラスでも約35%であったとされ、自動二輪車全体の出荷台数に占める AT 車の割合は約6割にもなっていた。これらを受けて、警察庁はまず道路交通法施行規則等の改正試案を作成し、一般から意見を募った。その後2004年5月に発表された道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の中に、 AT 限定二輪免許の導入が盛り込まれ、翌2005年6月より実施された。オートマチック車の区分 AT 限定免許の区分は、下記の通りである。なお、参考として、通常の免許区分も併記する。限定解除審査、上位限定以降の試験及び教習は、試験車と同一の車両で実施される。日本では、二人乗りでの運行には運転経験に基づいた。 条件が放棄で定められており、一般道では大型二輪免許、または普通二輪免許を受けていた期間が1年以上、高速道路では20歳以上で大型二輪免許、または普通二輪免許を受けていた期間が合算3年以上が経過しないと二人乗り運行は認められない。また、首都高速道路の一部区間などでは二人乗りが禁止されている。 日本の高速道路では、側車付き二輪車を除き、二人乗りが禁止という状況が長年続いていたが、業界団体の訴えを受けて、2005年4月1日より解禁された。日本では二輪車は、使用済み自動車の再資源化等に関する法律の対象外であるが、日本の大手4社が、自主的な取り組みとして、2004年10月1日から二輪車のリサイクルを行っている。 環境対応は、レースの世界においても、例外ではない。写真は1990年代に、多くのメーカーが採用したニストロークエンジン。かつて、日本では、オートバイは、自動車排出ガス規制の対象外であったが、原付き種と、軽二輪は1998年の新型車から、原付き種は1999年の新型車から、平成10年排出ガス規制の対象とされ、 2008年9月には平成18年排出ガス規制により輸入車も含む全車両に対して数値の強化が行われた。当時の国土交通省からの発表によれば世界で最も厳しいレベルであるという。結果として四輪車と同様に小排気量車で多く使われていた2ストロークエンジンが廃止され、キャブレターを廃止して電子制御式燃料噴射装置を採用することにより、 車両価格が高くなった。2012年10月1日より平成24年排出ガス規制として日本も加わっている国連の車両等の世界技術規則協定における二輪自動車の排出ガス測定法を基準として適用されることになり数値の一部が変更された。ただし一部の原動機付き自転車は平成10年規制の数値が継続される。 2013年7月より WMTC 測定法は日本メーカーにおける燃費の測定基準としても扱われている。2016年10月1日からは平成28年排出ガス規制として欧州ユーロ4と WMTC を参考とした規制上及び区分となり燃料の気化対策や排気系統の動作確認装置搭載も義務付けられる。なお、 平成24年規制に基づく継続生産と輸入車の登録は2017年8月31日までとなる。日本では騒音規制法によってオートバイの騒音が規制されていて具体的な許容限度や測定方法は環境省や国土交通省からの告示によって示される。一つは 国土交通省による形式認定を受けて発売される新車に適用される自動車騒音の大きさの許容限度で規制の施行年度から平成28年騒音規制などと呼ばれておりもう一つは使用過程車に適用される道路運送車両の保安基準の細目を定める国示の一部を改正する国示によるもので平成22年度4月以降に製造される車両に 適用されることから平成22年騒音規制などと呼ばれる。日本のオートバイにおける騒音規制による数値は世界一厳しいものである。従前の規制であり、平成12年2月21日に環境庁より告示されていた平成10年規制、平成13年規制においては試験方法の違いから一概に比較することはできないが、 具体的に新車の加速騒音規制値を欧州と比較すると、原付一種で4デシベル、自動二輪で4から7デシベル厳しく、このことから国産車の国内販売すら妨げられ、国外でしか販売されない車両が多く存在した。ただ、平成10.13年規制においては輸入車及び、使用過程車は、加速騒音規制値などが適用除外となっていたため、改造マフラーなどによる、 騒音問題の観点から、これらの車両にも、平成10.13年規制同様の数値を全面適用させようとする動きがあったが、輸入車種の減少を懸念したライダー及び二人業界から反論があったため、輸入車と使用過程車の規制値は、欧州基準が準用され、またマフラーを確認なしに新規装着することが不可となる形で、決着し、2010年4月より施行されたのが、 平成22年規制である。平成22年規制では、加速騒音規制値の上限が82デシベルに設定され、マフラーを交換する場合は基準を満たしているか、確認を受けることになる。なおマフラーについては、性能確認や欧州基準適合などのマークがあれば、基準を満たした扱いを受けるが、マークがないものについても公的機関で構造確認とと,ともに、 騒音検査を受け加速騒音規制の基準を満たしていれば使用できる。ただしこの規制の強化にあたり、日本国外のメーカーから車両を輸入する正規ディーラーが最大出力を減少させた車両やロングマフラー化した車両を日本仕様として発売するケースが増えることになった。平成22年規制に至るまでに行われた実証実験の中で、 平成10.13年規制における加速騒音の規制地そのものが厳しいものであることが確認されており、これ以上の騒音対策が物理的に難しいことに加え、日本の形式認定を受ける新車にのみ、騒音規制に対応させることが国内販売におけるコスト増加の原因になることから、騒音規制も排出ガス規制同様に国際基準への移行を求める声が、 日本国内のメーカーから高まった。これらの声を受け、環境省の諮問機関で審議が行われた結果、オートバイの加速騒音規制については、国際連合欧州経済委員会自動車基準、調和世界フォーラムの ECER41 から04を準拠とした規制値と騒音測定方法に変更されることになり、2013年1月に、 平成26年規制の加速騒音については、排気量ではなく、パワーマスレシオを算出した数値によって規制値が分けられることになり、PMR が50を超える高出力車両については広範囲の速度で騒音を測定する追加騒音規定が導入された。これにより、欧州仕様が発売されている日本メーカーの日本国外専用車両は日本でも発売しやすくなり、 規制の範囲内でより適正なエンジン出力のセッティングも行えるようになった。ただし、第一種原動機付き自転車の一部は対象外となっている。なお、この規制は形式認定車両だけでなく、非形式指定車などにも適用され、それらの車両は2017年から適用されている。2016年10月1日からは、平成28年騒音規制が適用され、 近接騒音の規制についても、欧州の ECER41 から a 4を準拠とすることになり、それまで排気量クラスごとに騒音数値の上限が設定されていた絶対値規制から各車種ごとに数値を設定する相対値規制に変更され、これにより形式認定申請時、または初回の車両登録時に近接騒音の測定を行い、以降は、 その測定値からの著しい増加を認めないことになった。これにより、平成28年騒音規制適用者から加速騒音など他の騒音規制の数値に定触しない範囲まで近接騒音の数値が上げられることになったが、その代わり登録時の数値から騒音を大きくさせないよう求められることになった。なお輸入者及び継続生産者への平成28年、 騒音規制適用は2021年からとなっている。また改造マフラーなどに適用される平成22年規制は現状のまま維持されている。暴走族など犯罪集団の構成員が身元の割れない車両を用意するために盗難に及ぶほか、車種によっては自動車などと遜色ない金額であり、安定した需要が見込めることから、 密輸や換金を目的とした犯罪組織による車両盗難事件が2002年の日本で1日平均700件、年間25万3000台以上のオートバイが盗難被害に遭っている。1990年代以前、若年層にオートバイが普及するとともに無謀な運転による死亡事故が急増し、暴走族のようなオートバイを使った反社会的な行動を取る集団が増えた。 これらの影響を受け、オートバイそのものが社会問題と位置づけられる社会的背景が強まり、1970年代初頭に愛知県など一部の高校でオートバイを買わない、乗らない、免許を取らせないとする三内運動を開始した。これが次第に全国に広がり、全国高等学校 PTA 連合会が1982年8月の宮城大会で、 同運動を正式に決議した。しかし、一方的で理不尽な抑圧に対する反発から飛行に走る例や正規の方法で免許取得や車両購入ができないことから無免許でまた盗んで乗り回し事故を起こす例が指摘され、1990年頃から三内運動の問題点が注目されるようになった。1980年代の事故増加のとの原因が解消され、 自己件数が減少したことや保護者らの教育に対する考え方の変化を受け、現在では安全教育を徹底することを前提としてオートバイを容認する教育機関が増えてきている。日本では1990年代半ば頃にバイクブームが沈静化し、少子化が社会現象として取り上げられるようになって、以来若年層のライダーが減少傾向にある一方で、 中高年のライダーは増加する傾向にある。こうした中高年ライダーの増加の中で、若い頃に一度オートバイに乗ることをやめて、再び乗るようになった例を、リターンライダーと呼んだり、中高年になってから初めて乗り始めた例を、遅咲きライダーと呼んだりする例が、メディアやユーザーを中心に広がっており、ライダーの高齢化が進行している。リターンライダーは、1975年より、 改正された大型バイクを運転するために必要な自動二輪免許制度の浮き目にあい、大型バイクを断念せざるを得なかった1960年から1980年頃に生誕した年代に多い。港区六本木のバイク用コインパーキングヨーロッパ各国ではオートバイの普及率が日本より少ないにもかかわらず、都市部の道路脇にオートバイ専用の駐車場所が設けられている例が、 少なくない。これに対して日本では2006年の駐車場法改正まで、原動機付き自転車以外のオートバイ用駐車場の整備が義務付けられておらず、オートバイ用駐車場はほとんどなかった。四輪車用の駐車場や自転車駐輪場を利用しようとしても様々な理由により管理者等に断られる場合が多かった。 駐車場法改正によりオートバイも駐車場整備の対象となったが、その適用は施行後に計画あるいは作られた施設などが対象で、駐車場不足は未だに解消できていない。例えば、2005年に実施された日本二輪車普及安全協会の調査によると、民間駐車場の78.6%が、オートバイの駐車はお断りで、オートバイ専用駐車枠を設けている。 民間駐車場は500件中28件に留まっている。また、東京都道路整備保全公社の2006年時点での調査によれば、東京都心22区におけるオートバイの駐車実態が1万3000台に対して、その駐車供給量は約1000台分しかない。こうした実情の背景として、駐車場法の不備だけでなく、オートバイは占有面積が少なく邪魔になりにくく。 悪質な場合でない限り駐車違反の取り締まりから実質的に除外されることが多かったことがある。そのためオートバイ用駐車場の必要性が軽んじられてきた。ところが2002年の交通バリアフリー法施行から特に歩道上に駐車されたオートバイに対する取り締まりが徐々に目立つようになり2006年6月1日の道路交通法改正から オートバイの駐車違反も四輪車と同様に厳しく取り締まるようになってオートバイ用駐車場の不足が改めて深刻なものとして顕在化した。警視庁や警察庁が公開する首都圏におけるオートバイの駐車違反的発件数によると崩壊性直前の2005年までは緩やかに推移していたのに対し2006年は2倍を超え 2007年には5倍以上の266,806件となっている。こうした傾向は全国的にも同様で、改正道路交通法施行前の2005年にの摘発件数は全国で約11万件だったのに対し、2006年には改正道路交通法施行後の半年間だけで約23万4,000件、翌2007年には1年間で、 約52万1000件と急増している。一方で、四輪車を含めた全体での摘発件数は、2007年に全国で300万4383件、前年比105万595件の増加であり、オートバイの摘発件数だけが急速に増加していることがわかる。このオートバイ用駐車場の深刻な不足は、駐車監視員制度の導入以前から指摘されており、 その後オートバイ用駐車場の整備は進んだものの、日本自動車工業会の資料によると、2012年現在においても、自動二輪車の保有台数あたりの、駐車場整備台数は四輪車の6分の1程度で、あり、深刻な状況は解消されてない。ありがとうございます。